正宗伊達ダテるは2016年5月12日より配信している福島県ダテ市のご当地アニメ、劇場アニメ作品である。ダテ市発祥地ことダテ市の観光アニメとしてガイナとダテ市役所のタッグで制作が始まったアニメ作品である。YouTube、ニコニコ動画で不定期に配信されているアニメである。ダテ17代当主。 伊達政宗が、歴代の先祖16人の力を、ご先祖合体で借り、代々伝わる、名流眼を狙う、謎の敵と戦う、戦国青春グラフティ。ご先祖の力を借り、ご先祖乱舞、ご先祖林と様々なバリエーションがある。2021年4月1日より、復興応援、政宗伊達に来る合体版が、劇場上映される。オープニングテーマ、復興応援、 マサムネダテニクル合体版は2021年4月1日に全国37カ所の映画館で上映が開始された。今までの内容の総集編と新作エピソードを追加した内容。2020年12月24日から2021年1月31日の間、クラウドファンディングによる劇場公開制作費の支援を募った。映画館の舞台挨拶には ガイナ代表取締役の浅尾義信プロデューサーと、それぞれの劇場で、声優ゲストの村瀬あゆ美、星総一郎、ブリードカットセーラー、エミ、遠藤博之、梅原雄一郎、土田レオ田中ネオが登壇。ありがとうございます。